カズベリさん、今日 CRD さんロング動画で来てたロカウェアのパロディみたいなロンティーどこですか？ あれはね、チャイナタウンマーケットっていうブランドのやつで、あれロカウェアじゃなくて実はラルフローレンって書いてるんですよ。 RL って書いてね。それをロカウェアっていう JG が昔持ってたブランドなんですけど、今もあるんですけど、ロカウェア今多分 JG も手放してると思うんですけどね、そのロカウェアのパロディで、しかもラルフローレンって書いてて、それを無許可でやってるっていうチャイナタウンマーケットっていうね、ブランドのやつです。ちなみにね、あのバックプリントが実はね、ラルフローレンを立ち上げたラルフローレンさん自身のね写真なんですよ。バックプリントがめっちゃ熱いやんと思って面白いやんと思って、知ってある方は知ってると思うんですけど、僕かなりねラルフローレン好きなんですよ。で今日もね、たまたまこれね、 RL ジュエリーって言うんですよ。これもね実はねブートなんですよ。ラルフローレンのやつじゃないんですよ。これ実はラルフローレンの狂信的なですね、信者というか、ラルフローレン愛好家の集団がおりましてですね、その愛好家の集団が、作った、ものなんですよ。でローライフっていう集団がいましてね、昔その B ボーイとかにラルフローレンのね服が流行った時があったんですよ、アメリカで。その時に、ラルフローレンのねショップに行って強奪しまくってたというね、もうむちゃくちゃもう愛がひん曲がってるラルフローレン好き集団がおるんですよ。まあ今はそんなことしてないですけどね、今はそんなことしてないけど、そういう風にねして、ラルフローレンの商品を集めまくって、体中全身9割以上がラルフローレンっていう、そういう集団がねローライフっていうんでアメリカにおるんですよ。で日本もねローライフあるらしいんですけど、ラルフローレン愛好家集団ねあるらしいんですけど、僕はねそういうところに属するっていうのがねもともと苦手なんで、大人数いっぱいいるところに属するのがね。だから僕は属してはないけど、その考え方面白いなと思って、でこれ、ローライフっていうそのラルフローレン大好き集団を立ち上げてるのもラッパーのね、ラックローっていうんですけど、そのラックローが作ってる RL ジュエリーっていうのがこれです。これ以外にもいっぱいねいろんな、ものがあるんですよ、ネックレスが。でこれネックレスなんですけど、金属とかじゃなくてプラスチックでできてます。この部分プラスチックです。だからおもちゃみたいな感覚なんですよ。でめっちゃ安いです。僕ねこれね確かね海外通販で20ドルぐらい買ったと思うんですよね。だからめっちゃ安かったです。で日本で取り扱ってる店もちょいちょい多分あるんじゃないかな。結構すぐ売れちゃうんで、割と持ってない人というか手に入りにくいって思う人もね多いと思うんですけど、こんな感じかっこいいでしょ。裏何もないんですけどね、こんな感じです、RL ジュエリーパロディ結構ねラルフローレンされますよね。僕一番ねラルフローレンのね好きなパロディは何かっていうと、日本のブランドでインターブリードっていうブランド、皆さん知ってると思うんですけども、インターブリードはもう本当に90年代とかのヒップホップのファッションを日本のねブランドでやってるっていうね、結構僕はね好きなんですよね。なんかテイストがね、やっぱり世代っていうのもあると思うんですけど、落ち着くテイストなんですよね。そのインターブリードが出してる T シャツで、そのラルフローレンのデザイナー創業者のラルフローレンさんの写真で、ラップティーってあるじゃないですか、ラッパーが全面プリントされているようなねやつあるじゃないですか。ビギーとかねトゥーパックとかもありますけど、ああいうのラップティー調にしてる、まあ、めっちゃサグな感じのラルフローレンさんが乗ってるやつなんですよ。ラルフローレンさんが真ん中にスーツで立ってはって、ほんで左右に高級車がねあって、ほんで周りに札束いっぱいあるみたいな。しかもその札束もハスラーが持ってるような現金をね輪ゴムで束ねてるような丸っこいやつそんな感じのねラップティー調のラルフローレンのねシャツがあるんですけど、それがねブートなんですよ。要はそのパロディのやつなんですね。ラルフローレンとのコラボじゃないんですけど、そういう T シャツをねインターブリード作っててめっちゃ面白いなと思ってね、あれはね良かったですね。でもね新品がもうないんですね。結構前に出たやつで、僕あれがね今でも欲しいですね。 XL のあの T シャツ売ってるとこあったらね教えてほしいですね、皆さんにはい、ラルフローレンのね特集もねいつかやりたいと思います。